これから7回タイガースの攻撃です。そしてドラゴンズはピッチャーが変わります。背番号16岩崎が2番手としてコールされています。ここはきっちり抑えてリードを守りたい場面となりました。5番バッター陽川、先ほどの打席最後は見逃し三振に倒れています。ここもねきっちり抑えたいですね。そうですね。ドラゴンズ1点リードで迎える7回です。変化球で空振りを取ります。まず1つアウトを取りました。バッターボックス佐藤、先ほどの打席はショートゴロに倒れています。ワンアウトランナーありません。高め外れました。ボール先行です。インコースファウル、落ちる球を選択しましたが手を出しませんでした。いいコースに決まりましたね。はい、低めのストレートストライク。スリーボールツーストライクとフルカウントとなりました。打ちました。ヒットになった。佐藤ヒットが出ます。ワンアウトランナー一塁となりました。ここはうまく打ち返されてしまいました。ダイソーを送ります。さあこの終盤一塁には同点のランナーです。バッターボックスランナースタート、キャッチャーは二塁へ、アウト、盗塁失敗。俊足のランナーでしたが素晴らしい送球が来ました。同点のランナーでしたからね。いや良かったですよ。はい、そうですね。インサイド落ちました。これはどうだ。一塁アウトでスリーアウトチェンジです。この回タイガース結局